1分間ミステリー、犯人は誰？犯人はこの中にいる。犯人は必ず嘘をつく。犯人以外は必ず真実を言う。目撃者によると、犯人は以下の3人の中にのみ存在する。犯人は1人だけ。私以外の人間は犯人じゃないよ。ケイちゃんは犯人じゃないね。ケイちゃん、かける。私の中に犯人はいないわ。解説。 K、かける、明美の3人の証言を全て鵜呑みにすると犯人はこの中にはいません。つまり目撃者の犯人は以下の3人の中にのみ存在するという証言が嘘なので、目撃者は犯人の1人ということになります。すると K の証言も嘘になるため、 K も犯人の1人ということに。 K が犯人ということは、かけると明美の証言も嘘ということになります。つまりかけると明美の2人も犯人に。したがって正解は目撃者も含めた4人でした。それでは皆さん、おつ星。